では一体どういうことなのか。警察も殺人事件として捜査に乗り出した。なぜ一発の銃弾で二人が倒れたのか。銃弾は彼女の夫ロナルドの頭部から一発見つかっています。エドワードが使った拳銃のものです。使われた弾はそれだけか。そうです。現場からは別の銃弾は発見できませんでした。一発で二人が倒れた。本当にそんなことできるのか。ゴア刑事は愛人から詳しい事情を聞くことにした。怪我の具合はどうかね。包帯で巻かれた愛人の顔を見てあることに気づいた。ん？この右頬の傷は。右頬の傷。左利きの愛人は左顎に銃を突きつけ発砲。それなのに右頬にも傷が。おお、そうか、そういうことだったのか。この